皆さんこんにちは、エルザです。今回はメガホンをぶっ放したかったので、こちらのギアでやっていきたいと思います。さて、いつも通りに指の解説をしていくわけなんですが、最近トラストを使っていて感じるのは逃げ方っていうところが重要だなっていう感じます。今回はこの部分について話をしていきたいと思います。まあ、まずは1試合どんな感じで試合してるか見てもらえるといいですね。で、まずヤガラの場合なんですけど、基本的に高台を取って右側の抜けを防ぐっていうのが大事ですね。そうすると中央の味方が攻めていってくれるので、まあ、あとは耐えれるかどうか、キルが取れるかみたいなところになります。まあ、今回ちょっとリッターもいるんでね、この辺り気をつけたいところですよね。車線が2つ残さないといけないとかいろいろありますからね。さあ、早速メガホンが使えた状態でまたちょこちょこと溜めていきます。ここねー、プリプルがしんどいっすね。で、キャンシェルがいるから、それもちょっと今回きついんだよね。逃げ方も覚えとかないといけないし、まあでも倒さないといけないし、みたいな、ちょっとね、しんどい試合になります。あ、右キャンシェル来たね、キャンシェル来た。あー、これカバー一個目よかったけど、あー、ナイス曲者。あー、ナイス曲者。プレイ中のエルザさん、しっかりと取ってましたね。で、まあここなんですけど、ちょっとね、ここ逃げるのね、遅れたんですよ。ちゃんと下がってはいるんだけど、まあ、逃げ方のコツというか、その、工夫が足りなかったっていうね、ちょっとやられてます。あれ、あんまり良くないやられ方だね。で、ここ味方粘ってて、これ、味方粘りのやつなんだよね。これ取ってくれるとさ、やっぱ出やすくなるから、で、キャンシェルに対して、圧を与えるために、わざと傘の前に、置き打ちをします。こうするとね、相手のキャンシェルは前に出れなくなるんで、本体は下がった状態になりますね。で、ここは歩き状態よりもイカ状態になって、なるべく被弾を抑えるというか、直接受けないようにしてます。局者だとね、エイムの質が落ちるんで、なるべくしゃがんでっていう感じですね。で、ここは仕返し、イエーイ狙った通りになったね。味方のトーピードのおかげで相手の動きが鈍ったってところだね。で、ここも当たってるので、何回かこう当てながら、置き打ちして、相手の動きを止めてます。ね、逃げっていうところで言うとさ、まあ今のトリプルトルネードもなんだけど、その、単純に、あ、使われた後ろに下がろうだと、簡単にエリア取られるんで、ギリギリのライン、だから爆風が当たらないラインとかで、ちょっと避ける工夫っていうのは必要です。このあたり、慣れに近いんですけどね、ギリギリを見極めると、そのうち、楽になるってことですね。はい、ナイス直ってことで、まあ、ここで直を取って、さらに局者決めると。これは相手もびっくりよね。そこ来ますかみたいなところだから、まあ、でも弓ってこれが決まるとね、試合が一気に構成に変わるんで、めちゃくちゃいいんですよね。で、ここは1、2発打って、一回下がるんですけど、味方がいるのを確認できたんで、一緒に合わせます。あそこは逃げ切るとね、あんま良くない。で、ここがあんまちょっとね、爪が甘くて、ポイズン投げたんだけど、まあ、攻めてこれなくはなったよね。敵が右側からね。あ、それだけです。ただ、今のは、まあ、もうちょっとね、しっかりと処理していくべきだったね。さあ、ここからエリアの取り合いがどんどん続いてるわけなんですが、ここリード取りたいよね。ちょっと39、41ってあまりにも危険なんで、ペナルティ35も結構早いからね。なんだかんだね。さあ、キャンシェルに牽制入れながら、メガホン貯めて、はい、ぶっ放していく。これがね、これがね、いい。キャンシェルはね、正直ボムでどうにかとかいろいろあるんだけど、やっぱスペシャルとか強いからね。で、今のも一応念のため敵が詰めてきてる可能性があったので、イカロール使いながら、丁寧に後ろに下がっていきます。相手にね、丁寧に下がってないとね、ラッキーキルとか取られる元になるんで。で、ここで、ちゃんと置き打ちして、味方と合わせてキルを取ると。さあ、カウントが一気に進んできましたね。で、ここ上げたい。ここ上げたい。リッターが前いるから、リッターの射線活かしつつ上げたいんだけど、右の通路とかね、足場があんま取れてないんで、あのラインで維持するのが一番いいかな。射線を増やしとくのは大事だね。で、ここ。ここはなるべくイカ移動を挟みながら左右に動きつつ、で、そっちはね、リッター見てたからもう無視したんだよ。奥を狙った方がリッターが狙いやすくなるんで、同じ人をね、ジャンプ狩りしても意味がないんでね、リッターが狙ってるのが見えたらもう任せます。はい、無理。
でイカこの壁壁今壁使って逃げるっていうね。でイカロール使ってなるべく人を抑える。で最後ポイズン投げると。今結構単純な逃げ方をしたんだけど意外と大事で、小さい段差でもやっぱ射撃を避けるために壁を使う癖っていうのは非常に大事ですね。はい、ということで1試合目はこんな感じとなりました。まあね、デス数がねめちゃくちゃ抑えられたいい試合だったんですけど、結構逃げるっていうところ、まあ、ポジションを取るっていうのも大事なんだけど、逃げ方っていうのも非常に大事なので、被弾を少しでも抑えて逃げ切れればこんな感じで、僕みたいなプレイでもデス数は抑えれるっていうことができます。ではそうですね、せっかくなので解説の話っていうところで本題に入っていきたいと思います。それでは本題に入っていきます。今回のメインは逃げ方が重要ということだったんですけど、この逃げ方に関してはいろんな考え方っていうのがあります。まあ、一人になった地点で逃げるのかとか、敵が近づいてきたら逃げた瞬間逃げるとか、いろいろありますよね。ただこれ共通して言えることなんですが、あくまで判断の基準というところなんですよね。で、その時の対面への自信とか感覚によって毎回ずれていきます。なので難しいんですよね。感覚、判断基準とは言ってるんだけど、その判断基準ってメンタルに左右されるんで結構大変です。で、そのため逃げ方自体を変える方が判断基準を決めることよりも安定した生存につながりますので、今回はその紹介っていうのをしていきたいと思います。1、壁を縦にして逃げる。まず基本の動きとなるのは壁を使った敵の攻撃を避けるということです。逃げ方としては忘れやすいポイントですね。逃げるときというのは何かと壁がない場所を移動することが多くなります。そのため上手い相手ならその隙を狙って攻撃を仕掛けるということがありますね。自分たちが進める側なら移動だけしてるイカちゃん狙いやすいですよね。これを自分がしているというわけです。ですが逃げ方として壁を伝って逃げていくと、一時的ですが視界が外れるということが起き、さらに攻撃をしのげます。まっすぐ変えるのも大事なんですが、意外と壁裏を使って丁寧に逃げる方が大事だったりもします。続いて置き打ちはポイズンで時間を稼ぐことですね。ポイズンや置き打ちをして逃げる時間を確保するのは非常に大事な方法となります。途中ありましたよね、1試合目で。これは敵との一定距離があったり少し余裕がある逃げをするときには最適な方法です。逃げといっても必ず逃げ切れないっていうことがありますからね。やっぱイカ速の状態とかね、いろいろあります。まあそういった時に少しでも逃げる時間を確保し、時間稼ぎをすることで味方のカバーをもらうことにもつながったりします。攻撃武器の生存率のしぶとさがあると、場合によっては助けてもらえる機会っていうのが増えていくので、ありがたいところです。またこれを一つ目の壁と合わせると、壁付近でぐるぐる回りながら粘ることもできるので、覚えてて損はない時間稼ぎの方法となります。さあ続いて3つ目です。イカジャンとイカローリについてですね。これは公園の逃げ方として必須になってきます。まずイカジャンはその場でやばいから逃げるというよりかは、その場から動いたり壁裏に隠れてから使うのが得策です。イカちゃんを使うっていうのは使うまでは苦労すると思いますね。なかなか使えないですよね、最初のうちね。使えないんですが、まあ使えてきて慣れてきだしたら、次は攻撃を避けて成功させるってことが非常に重要となります。やっぱ攻撃を受けますからね。なのでいきなりイカちゃんするのではなく、一工夫加えてからイカちゃんをするようにしてみましょう。イカロールに関しては被弾を抑えながら逃げるのには必須です。使えるだけでチャージャーや高い攻撃力にも耐えれるようになりますからね。またイカロールになれると、一つ目の壁を使った逃げ方をしたときに相手との対面において有利を取ることも可能だったりします。逃げ切れなくて仕方なく接近戦で攻撃に持ち帰るって時もありますからね。とっさに使えるのは非常に重要です。逃げ方といっても判断基準も大事ですが、まずは効果的に逃げれる方法を身につけることが大事かなと思います。まあ、特に今回話した3つの方法ですね。で、この中でもさらに特に大事なのが1つ目の壁を伝って逃げるということが大事です。まあ、これをするだけでも大きく生存率というのは変わってきますので、なんか移動してて逃げ切れないなという時は逃げ方の工夫を見直してみましょうということで、まあ解説はね、これぐらいにして残り時間ちょっと試合見ていきたいなと思います。まあ、この辺りのエリアも取れたので、次攻めに行きたいところです。さあ、こっちはね、後衛が2枚なんでね、積極的に行きたいところ。
で、まずダイナモさんがちょっと強気なのでダイナモの抑え行きたいところです。もうデコイがねしんどいよね一気になられるもんね。足はこうやって見るとやっぱ強いなと思う。で、ここはしっかり取る。まぁ、ちょっとね、一発当てて二発目取られたらおしまいだなっていうところなんですね。ここはダイナモしっかり抑えます。で、ダイナモも落として今2枚でしょ。でも前線が多分ね、もう一気に上がってきてるから、ここはね、上から一回加勢しに行きたい。まぁ、上を取るのも見えないんだよね。下にいるとまっすぐで見えないので、上から見て、角度をつけて周りを見るっていう感じです。で、今爆発矢が刺さったので、押し込みました。で、さらにメガホンでもさらに押し込みって感じだね。で、ここは横あえて取り行きます。で、奥行って足場も取れてる状況で味方が正面いたので大丈夫だろうって踏んで前出てます。でも結果的後ろいたんだよねこれ危なかったよね。味方さんナイスナイス。まあね、キルが勝ったから対面良かったって感じはあるけどね。まあ、こんな感じで、まあ、試合見ながらね、逃げ方がこういうことかって思ってもらえるとよかったんじゃないかな、と思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まだまだスプラン動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。